サンフラワー、サンフラワー大雪、サンフラワー大雪は、商船三井フェリーが運航するフェリー。当初は旧越フェリーのニューレインボーラブとして就航した。暫定運航で、有明フェリーターミナルに接岸中の、サンフラワー大雪、レインボーラブの大船として、三菱重工業下関造船所で建造され、2001年7月、室蘭直越博多航路に就航した。アンカー、 低金利な元船を建造し、戦火の高騰した時期に建造され過剰な設備が問題となっていた既存のレインボーベル、型船を売却し売却益の確保で経営改善を図るとしていた。レインボーベル型の基本設計概念を踏襲し、省エネ、省力化を取り入れ、敷割り機を10%以上削減し運輸、施設整備事業団、環境不荷定面線、 1> 第1号認定を受ける他エレベーターやバリアフリー客室といったバリアフリー化一段ベッドのみのモノクラス化による居住性向上とサービスの省力化などを図った。2006年12月、商船三井フェリーのサンフラワーミとサンフラワーつくばと10日交換され、苫小牧大洗い航路の深夜便に就航。2007年3月にサンフラワー大雪に改名。 旧越フェリー商船、三井フェリー2009年1月31日、0時48分頃、大洗港へ入港する際、突風により圧流され、防波堤入り口の西側に設置された明かり不評に衝突した。衝突により本船は、船尾外反に、作家症、プロペラの極存を生じ、明かり不評も損傷した。事故発生当時、発達した低気圧の影響で、 約秒速18メートルの突風を伴う、約秒速10メートルを超える風が吹いていた。2015年7月31日、大洗から苫小牧へ向かう、北港便での運行中、苫小牧港の沖合50キロメートルの海上で、車両甲板から火災が発生した。乗客は全員避難したが、二等航海市の男性が、行方不明となり、同年8月3日に死亡が確認された。 同年8月5日には、函館沖へ栄光され、8月10日には、全面沈下し、室蘭港への栄光を開始した。火元は、第2甲板農原中央部に積載されていた、トラックの保冷機の短絡及び断線であり、その直上に積まれていた貨物車に未申告で積まれていた、大量の小型ガスボンベに引火したのが、被害拡大の原因だった。9月3日には、 船体の損傷は、火元周辺など限定的で、エンジンも無事であったため、函館市の函館土津区函館造船所での修復を行い、2016年の早い段階で運航再開を行う方針が示された。関東運輸局からの運送の安全確保等に関する命令に基づき、消火プランの策定、訓練実施、消火設備増設といった改善を行い火災事故から、 約半年後の2016年2月3日の苫小牧発夕方便から航路に復帰。初日は旅客サービス設備調整のため無人車両のみを取り扱い、翌日の大洗い発便から旅客扱いを再開。ありがとうございます。